皆さんこんにちは、12時40分作家でヨガ講師の加古です。さあ勇気を出して新しい扉を開けましょう。そこにはワクワクする新しい世界が広がっています。インド仕込みの深いヨガの呼吸と瞑想と哲学であなたの夢を叶えるパワーリリースマスター加古です。末松さん、ご視聴ありがとうございます。はい、今日も私離婚します妻たちのつぶやき朗読していきます。陽子さん、ご視聴ありがとうございます。智子さん、ありがとうございます。はい、アースメディア発行、森本和子著です。さあ、これをね、書いた動機、はじめにを今日は読ませていただきます。現代の妻たちの多くは、程度の差こそあれ、夫婦であることに疑問を感じた経験があるはずです。亭主元気で留守がいい、だいぶ古い CM ですけれどもね、という CM が随分前に流行しましたが、それは妻たちの気持ちを代弁していたからです。愛し合って結婚した2人なのに、いつの間にか愛情が冷め、絆が薄れていくのはどうしてなのでしょうか。最近の日本では40代以上の熟年夫婦の離婚が増えています。10分に1組が離婚しているとさえ言われています。今はもっと多いかもしれませんね。子育てが終わりに近づき、夫婦だけの時間が始まろうとしているとき、本当にこの男と人生を共にしたいのかとの疑問が生じ、離婚という結論を出す人が増えているからなのでしょう。夫は外で働き、妻は家で家事と子育てという役割分担の生活の中では、かすがいとなっていた子供が育ってしまえば、夫婦の間に共通の話題がなくなるのも当然のことでしょう。あるいは妻が働いている場合には、いかに夫が家事や育児を協力するかです。夫婦が協力し合う子育て期間にどのような夫婦の絆を築いていくかで、後の夫婦関係が決まってくるようなケースが増えつつあるからです。ちょっとした気持ちのすれ違いの積み重なりが、後の離婚への決断へと結びついていくのでしょう。驚くことに当然のことかもしれませんが、離婚の原因が夫の浮気からというのが多いのも事実です。せっかく縁あって夫婦になったのだから、自分の妻だから、自分の夫だからという甘えを捨てて、時には男と女として、時には人間として真摯に向き合い、コミュニケーションを取る必要があるのではないでしょうか。また離婚はしたくても、専業主婦の場合、経済的自立が果たせず、うつうつとしている人もいます。夫への不満を抱えながらも、自分の趣味や生きがいを見出し、生き生きと活動している妻たちもいます。そんな妻たちの胸の内を聞いてみました。みんな悩み苦しみながらも前向きに生きていこうとしています。朝の来ない夜はないのです。海外の離婚事情を知るために、愛が大切にされることで定評のあるフランスの事例を第3章に取り上げています。しかしながら、愛を温めていくような絆の深さは、この国でも失われつつあるのでしょうか。現在のフランスでは、離婚率は 48% と言われています。それは夫婦の間に子供が何人いようと、愛のない夫婦が一緒に暮らすことは、かえってお互いの不幸になるという考え方をするからです。この考え方の良し悪しは別として、一つの生き方の参考にしていただければと思います。またこの国では、日本男性と違って女性の価値をただ年齢が若いというだけでは見ません。フランスワインと同じように、熟成した味を好むのでしょう。恋愛は若者だけの特権ではありません。熟年世代でも恋愛があります。最後に、この本に出てくる人たちの名前は全て仮名です。フランスの方は名前で呼び合う習慣から継承を省略しています。この本は、はい、この表紙ね、黄昏てる夕日を見ている夫婦です。
私離婚します妻たちのつぶやき、産む産まないのね、妻たちのつぶやきシリーズの第1冊目、先に朗読していました産む産まないはこれの続編になります。で、第1章離婚してよかった、第2章揺れる思いを抱えながら離婚しないでいる方ですね、第3章愛がすべて、フランスの離婚事情。そしてこの離婚事情もね、この本が書かれたのは2005年2月10日初版発行です。で、結構この本売れまして、2005年2月27日1ヶ月後に荷刷りをしていますね。離婚がキーワードで書いてみました。なぜかというと、職業を持っている方ね、同じ、この時私はヨガインストラクターじゃなくてライターとして仕事をしていました。ライター仲間やカメラマンで活躍している女性たちね、お仕事を持って活躍している女性たちに聞くと離婚している人が結構多かったです。そしてまた主婦のお茶飲みしていますと、主婦仲間で喋っていても離婚を考えたことがない人とほとんどいないんですね。なので、これはキーワードになるなと思って、いろんな方を取材してドキュメンタリー、私離婚します妻たちのつぶやき、アースメディア発行、森本和子著、書いてみました。で、私は実は離婚はしていません。はい、第1章離婚してよかった、昨日はママ友達に夫を取られてというね、辛い思いをされた方でもね、立ち直って立派に子供を2人シングルで育てて家も購入されたたくましい女性のお話をしました。今日は浮気の繰り返しに心も離れて、目黒ひろこさん46歳の方のお話です。目黒ひろこさん46歳は息子20歳と高校生16歳の2人の子供を連れて1年前に離婚し、実家で両親と共に暮らしている。ひろこさんは一人娘だ。その割にはわがままなところがない。一人娘だと両親に溺愛されて育てられたケースが多いが、ひろこさんはそうではなかった。子供の頃から両親が大嫌いでした。だから今さら一緒に住むようになるとは思っていませんでした。でも帰る家があるのはありがたいことです。ひろこさんが物心ついた頃から両親の仲は悪く、いつも喧嘩ばかりしていた。ひろこさんはどちらかというと父親になのだろう。母は父のことでいつもひろこさんに当たり散らした。原因は父親の浮気だった。母親は父親の浮気のことを子供であるひろこさんにすべて話した。そして最後は決まって父親の悪口になる。その時の母親は鬼のように怖い顔をしていた。母親はしつけも厳しかった。小さい頃から台所仕事や掃除家事全般を教え込まれた。母の笑った顔を見たことがなかったんです。思春期の頃には浮気ばかりしている父親を不潔だと思った。だから男性に声をかけられても嫌悪感がした。付き合っても長続きしなかった。そんなひろこさんだったが、大学に入学し同級生の彼と付き合うようになる。その頃ひろこさんはベーチェット病を発病する。彼はすごく明るくて楽しい人でした。家から逃げ出したいという気持ちが強かったと思うんです。彼といると家のことも病気のこともみんな忘れられました。彼とは18歳で出会ってから6年間付き合って24歳で結婚する。もちろんひろこさんの病気も承知の上だ。夫は旅行会社に勤務していた。結婚して3年後には長男に恵まれ、その4年後には長女が生まれる。この頃から夫の帰宅が遅くなるようになる。最初のうちは仕事が忙しいんだろうとひろこさんは思っていた。ある日カード会社から届いた支払い明細書を見て愕然とする。夫が出張と言って家を空けていた日にひろこさんに知らせていた場所とは違うホテルを利用していたのだ。しかも2人で、結婚して7年目の夫の浮気、2人の子供に恵まれ幸福の絶頂にいたひろこさんは奈落の底に突き落とされたような気がした。今まで
夫を疑ったことは一度もなかったのだ。一度不信感を持つと、次から次へと疑念が生じてくる。夫と顔を合わせれば喧嘩になった。ひろこさんは神経症を発症してしまう。病気のせいで家事さえままならない日もある。幼稚園の長男が、お父さんと別れた方がいいよと言った。その言葉を聞いて自分の幼い日々とダブった。母の鬼のような顔が浮かびました。母の辛さが分かりました。でも親子で同じ思いをするなんて宿命なんでしょうか。母は辛くて悲しくて、そのやるせないどうしようもない思いを娘の私にぶつけたんです。母もかわいそうな人だと思いました。でも私は子供には自分と同じ思いだけはさせないと思いました。幼い長男の優しさが私を支えてくれました。ひろこさんは夫と話し合いをした。夫はもう浮気は二度としないと謝り、ひろこさんも夫を信じることにした。その後、夫は友人と共同で事業を起こした。仕事は軌道に乗り、毎日深夜の帰宅が続くようになる。そんな折、夫の前に付き合っていた彼から、入院してるから見舞いに来てくれとの電話が入った。毎日深夜に帰ってくる夫とろくに話すこともできない寂しさから、ひろこさんは病院に見舞いに行く。その彼は2ヶ月入院した。その間、ひろこさんはたびたび彼のもとに行き、夫のことなど相談した。話を聞いてもらえるだけで、ひろこさんの心はいくらか軽くなった。その時、彼とキスをして心がときめきました。自分は女なんだって思いました。結婚して子供が生まれると育児が忙しくて、自分が女であることをすっかり忘れていたことに気がついたんです。外には綺麗な女の人がいくらでもいます。夫に浮気されても仕方ないなってちらっと思いました。それからひろこさんは二度と病院へは行かなかった。そして夫のために身綺麗にするようになった。ひろこさんの努力にもかかわらず、夫は相変わらず家を顧みることがなかった。一方、ひろこさんの実家でも事件は起こっていた。60歳の父親が15年間付き合い続けてきた女性のもとに行ってしまったのだ。父親が浮気をしていたのは子供の時から知っていたひろこさんだったが、15年間も同じ女性だったのには驚いた。母親は大きな家に一人残された。母親は取り乱すことなく毅然としていた。ところが4年前、父親が愛人宅で脳梗塞で倒れ入院。退院すると愛人は父親をタクシーに乗せて実家の母親のもとに荷物を戻すかのように連れてきた。4年ぶりの夫との暮らしを母親は黙って受け入れた。母親は海外しく体の不自由な父親の介護をしている。父親が半身不随になって家に戻った4年前、ひろこさんの夫も2度目の浮気が発覚する。ずっとおかしいと思っていたんです。家を空けることが多かったからですね。それでも確たる証拠がなかったんです。見なければよかったのかも。ひろこさんは手の届くところに置かれた夫の携帯の着信履歴やメールを見た。そこには女性との熱い思いのやり取りが残っていた。着信履歴で相手も分かった。相手は夫の事業のスポンサーになってくれた人の娘さんだった。夫は多額の借金もしていることが分かった。ひろこさんは浮気と多額の借金のことを夫に問いただした。夫は言い訳をすることもなく全てを認めた。認めた上で多額の借金があってもよければやり直しをしたいという。ひろこさんは散々悩んだ末にやっていくことを決意する。夫からお前たちに借金の迷惑がかからないようにしたいからと別居を提案される。ひろこさんは夫の言葉を信じて子供2人を連れて実家に戻った。別居した当初は頻繁にひろこさんのもとを訪ねていた夫だったが、その足はだんだん遠のいていった。
ひろこさんの心もだんだん夫から離れていった。別居して分かったことっていっぱいあります。離れてみて相手が必要かどうかよく分かりました。彼は浮気を繰り返し、一緒にいても苦しみしかなかったことに気がついたんです。子どもの頃は不仲だった両親ですが、今はうまくいっています。年を取ってお互いに人間的に丸くなったのかもしれません。私たち親子をこうして迎え入れてくれているんですから、両親には感謝しています。ひろこさんはパートで働きながら正社員の仕事を探している。はい、以上でした。いかがでしょうかね。そう、何かね、うまくいかなくなった時、少し距離を取ってみるのもいいかもしれませんね。夫婦喧嘩した時にどちらかが外に出て散歩して、クールダウンして帰ってくるとね、仲直りできることがあったりします。まあでも浮気は良くないですね。確かにね、私も思いますけれども、専業主婦の方、まして子育て中の方、私も男の子2人育ててますけど、子育て中はですね、まあ、今ではあんまりメイクはしてないんですけれども、ほぼすっぴん、ね、子供がね、ほっぺにチューすることもあるし、舐めることもあるので、化粧品をね、舐めさせたくないので、ほぼ毎日すっぴん、水で顔洗って終わり、そして夏は T シャツ、ジーパン、スニーカー、冬は T シャツじゃ寒いので、トレーナーにジーパン。なぜかというと、セーターは手洗いしなきゃならないです。まあ、アクリルのものは手洗いしないで洗濯機で洗えるんですけど、トレーナーですとね、洗濯機でジャブジャブ洗えます。そして、手をかけなくていいような洋服をね、日々着てました。そして男の子なので、ジャングルジムにも登ったりとか、危ないからやめようっていうね、命の危険がない限り、何でもやらせてあげたいと思って私は子育てしたので、ジャングルジムに登るときに落ちたら困るので後ろにくっついて登ってましたのでね、行動的な服じゃないとちょっと一緒にジャングルジムも登れないし一緒に遊べないので、常にユニフォームのようにジーパン、 T シャツ、ジーパン、トレーナー。そして一方ですね、夫たちは職場に行けばね、綺麗に、まあ、今の方結構ね、職場でもラフな格好になってますけど、一昔前10年とかね、ちょっと前は職場では皆さんスーツやワンピースや女性美しく着飾っていました。そしてお化粧も綺麗にして髪型もきちんと整えてます。そうするとやっぱり綺麗だなと思っちゃいますよね。お家に帰ればその方たちも違うんですけど、綺麗な女性とお家のね、妻、着飾らない妻、ラフな格好してる妻とどうしても男性は比較してしまうんでしょうね。だからそこのところでね、防ぐのは、浮気を防ぐのはやはりコミュニケーションでしょうかね。お互いに思いやりを持って子育ても協力しつつ、家事も協力しつつ、そしてある意味ね、女性も今私思うんですけど、子育て中は無理せずの方がいいですけれども、やはり仕事を持った方がいいですね。経済的なものがないと発言権もなぜか小さくなります。経済力があればちゃんと発言もできます。そして万が一ね、夫が浮気症の夫だったり、あと暴力夫だったら、もう別れた方がいいかなと思いますね。その時に経済力があれば別れられます。ということで、ね、今日のお話は終わります。はい、なかなかね、難しいですね。そしてあと一つ、今日の話の中で教訓があります。このひろこさんのお母さんね、大人になってお母さんの辛さ、自分が同じ目にあって母親の気持ちを分かることができましたけれども、子どもの時に父親、自分の親ですからね、父親の悪口を言われたらやっぱり心を痛めると思うんですね。で、私が思うには、両親は子供が立つ大地です。両親が喧嘩するってことは大地が揺れている、地震が起きていることですね。そうすると子供の心は不安になります。なのでできればね、子供の前では、子供が小さい時はせめて、まあ小学校低学年ぐらいまではご両親は我慢して子供の前で喧嘩しないでほしいなと思います。そしてね、子供にお父さんの悪口お母さん言わないでくださいね。子供はそう思っちゃうからね。たとえ浮気してようが、悪いお父さんであろうが、お父さんを褒めてると子供はお父さんが好きになります。
やっぱり嫌いより好きになっている方が心があったかく豊かになるし、心も安定するかなと思います。なのでぜひぜひ悪口言わない、相手のパートナーの悪口言うのをやめましょう。パートナーの悪口言いたかったら子供じゃなくてご自分のお友達に言いましょう。もしくはノートに書き連れましょうね。何でも話せる友達がいなかったらノートに悪口書きまくってください。そうするとね、少し楽になるかなと思います。言語化するとね、気持ちがね楽になりますよ。そしてもう一つ、離婚とは関係ありませんけれども、最近のお母さんたち、先生、学校の先生の悪口を言う方が多いようです。学校の先生の悪口を子どもの前で言うのもやめましょう。子どもはそうすると先生の言うことを聞かなくなりますからね。で、先生にもね、人ですから落ち度があるかもしれません。そういう時は先生に直接お話をしましょう。子どもの前で言うのはやめましょう。はい、私離婚します、妻たちのつぶやき。何か今日の朗読であなたの心に残ることがあれば私も嬉しいです。それでは今日の朗読は終わります。さよなら。パワーリリースマスター加古でした。後でヨガライブレッスンやるかもしれません。お時間ある方ご一緒してください。ありがとうございました。黒田さん、高瀬さん、もこさん、ありがとうございます。